さんこんにちは。初代学館長の根上誠也です。今回はですね、研究テーマの一つである応用 AI を担当されている島圭介先生をお呼びして、いろいろお話を聞きたいと思っています。島先生はですね、こう12個ある事業群があるんですけど、そのうちの一つで以降連携というところで事業を提供していただいているんですが、先生はどのような研究をされているんでしょうか？はい、知能を持ったロボット技術っていうのをベースにしまして、いろんな人間を支援する仕組みを作っています。例えば人の中に流れているような電気の信号を解析してロボットを動かしたりですとか、逆に人に電気の信号を与えてリハビリテーションを促したり、あるいは指先に振動を与えて転倒を予防する技術なんかを作ったりしています。その指先に振動を与えて転倒しないってどういうことなんでしょうか？はい、人は例えば指先で軽くどこかに触っているだけで転倒しにくくなるっていう状況がありまして、紙とか、カーテンとかでもいいんですけど、そういうのに触っていると転倒しにくくなるっていう状況があるんですけども、それを指先の振動を与えて再現するっていう世界初の技術を作ったりしています。触ってないんだけれど、そうですね、触ったような感覚を、振動があって、はい、指先へのバイブレーションだけで安定するっていうような仕組みになってます。なんかすごいですね。そうなんです、はい、結構世界的にもメディアに出たりしてるんで、そうですよね、はい、なんかこの以降連携と聞くからもうちょっとお医者さんに寄ってるような研究をされてるのかなと思ったんですけども、なんかとても工学的な印象を持ちました。でも実際そういうものを応用しようと思ったら、まあ、実際こう世の中に、ね、こう広めようと思ったら、すごくいろんな方たちと社会的なつながりを持った中できっと展開されていくんだと思うんですけども、なんかどんなことをやられてるんでしょうか？そうですね、やはり我々の技術として、あるいはその AI の理論みたいなのを追求していくっていう側面は非常に大事なんですけれども、やはりその技術が使われていく現場、お医者さんであったりですとか高齢者の方々の意見を聞いたりですとか、その技術を本当に使えるものになるのか、どんな課題があるのかみたいなところをディスカッションしたり、あるいはそれを技術側にフィードバックするっていったような、人文社会系の活動と一緒に進めていくというのが非常に重要だというふうに考えています。なるほど。なんかついちょっと面白い話だからいろいろ聞いちゃったんですけど、よく考えてみると応用 AI というそういう研究テーマなのですが、はい、どこに AI が現れてくるんですか？はい、全ての基本となる技術は AI の技術になっていまして、人から出てくる信号の個人差をどうやって解析するかっていうのは、やはり AI が持っている優れた能力を使って、解析、応用していくっていうところが基本になってますので、その AI どうやって効果的に解析するかっていうような AI の理論の研究と、それをどういうふうに応用するかっていう移行連携の研究、両方を進めているような形になります。なるほど。じゃあいわゆるディープラーニングってやつでしょうか？そうですね、そのディープラーニングの新しい理論を追求していくチームもあります。はい、今お話を伺っているとですね、この、学科が目指しているソサイティ 5.0、分離融合、異分野融合をなす、果たすことで何か実現できる、まあ、価値観サービスをこう考えたいという、まさにそういう研究をされているような、島先生だったように思います。最後にお伺いしたいんですけども、そういう島先生の研究室に、来てほしい、まあ、学館生として来てほしい、そういう人はどういうような人でしょうか？はい、やはり AI やロボットの理論を追求していくっていうメンタルももちろん持っていてほしいんですけれども、もう一つはその技術がどういうふうに社会に使われていくか、その出口に出てくる あるような人々の顔をできるだけ幸せにしていきたいというようなモチベーションだったりですとか、まあ、技術を使って新しい世界を切り開いていきたい、例えば会社を作ってベンチャーを立てたいでもいいんですけども、そういうような新しいモチベーションを持った学生さんにぜひ来ていただきたいなというふうに感じています。なるほど。はい、今日は大変面白い話が聞けました。皆さんもどうだったでしょうか？興味を持たれた方はですね、ぜひ学館のホームページや、まあ、島先生の、研究室のホームページをご覧になっていただくといいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。